一の鳥居国道345号の交差点付近にある一の鳥居。本殿無総道小物意味神社は山形県酒田市にある神社である。では国造宮で、旧社格は県社。酒田市内には同名の神社が2カ所にある。創建年代は不詳。社殿では、慶光天皇時代に竹内宿根が官石に乗せたとされている。 大正2年に刊行された悪味軍士官の六によれば、元は三宮大座明神と称し、古来より、長海山大物意味神社の第三王子とであるとされ、長海山大物意味神社が春、物意味を行った後に当社においても3日間の物意味を行うのが習わしになっていたという。延長5年の演技式新名帳に勝者として記載されているほか、元行2年に、 十五位下君七頭の深海に生じされ、翌々年の同四年にさらに十五位上に生じされた、縁物意味神に相当すると見られている。山形県人邪史では、漢字五年源義家が統制の際、俗軍の勢いが強く、戦が不利になったため、家臣の須藤和馬を、大物意味神社と、小物木神社に使わして、戦勝を祈願させた。やがて敵陣を陥落させた後、 立つとかぶ屋を奉納した、との社殿を紹介している。16世紀前期には、この地方の領主無頭氏一門の砂越城主に車両を没収され、天正年間には陛下により、社殿が消失し荒廃していた。風土略記には、陛下にかかって、社殿身体が消失し、残った台座を神殿に安置したので、台座明神と呼ばれた、との言い伝えが記載されている。 しかしながら、フード略記では、この説の真偽は不明であり、社名の由来としては、不敬な証拠ではないか。吹浦の古い演技にも、大座とあるので、陛下による、消失後の故障ではないだろうと考察している。江戸時代に入り、原文元年庄内藩主堺氏により復興された。ではフード略記によれば、鮭もなく、三宮村の村役人が守護してきたが、 山立村の長久寺が別当となって、法暦九年共同を建て、一堺の仏壇を構えて、念仏修行の場としたという。さらに、観音とのみ称して、社号を捨てたため、抗義の諸国神社長査からも漏れてしまったとされる。日本の神々神社と聖地から十二東北、北海道においても再建はされたが、 長久寺の力が強く、念仏道場として観音と呼ばれていた、と述べている。悪見軍士官の6によれば、明治9年に新たに三神を、祭り、初めて小物木神社と交渉した。同年2月24日損者に、列格、同年11月11日号社に列せられると、同時に、大物木神社の拙者に指定された。しかしながら、 明治32年3月26日に社殿が消失。すぐに再建に着手し、明治34年11月24日に竣工、遷宮式を行った。明治35年3月25日剣舎に劣せられたとしている。ありがとうございます。